こんばんは。やっほー。こんばんは、皆さん。お話し会をして、一つお仕事があったので、お仕事をしてきて帰ってきました。もうメイクボロボロ。お！カップリング公開されましたか？どこまで公開されたんやろ。あ、Qのカップリング紹介された。え、めっちゃいい曲よな。わかる。バタバタしてて、あの配信見れてないんですけど。お、Kが公開されてる。ありがとうございます、見てください。これさ、ツイートした方がいいんかな。家は配信イベント、すので、よかったらオフエンしてください。ポチ。おし、こんばんは。クロフェスお疲れ様でした。クロフェス、そう、昨日はクロフェスでした。もうね、めちゃくちゃ雨と風の中でもうね、そう、雨風半端なくて、ステージもね、もうびしょびしょで、そう、ものすごかったんですけど、でまあこけたりもしたんですけど、でもすごく楽しかったです。素敵なセットリストに、ゆきりんさんがセットリスト考えてくれたかな、くださったかな。そうなんです、めっちゃいいさ、セトリやったよな。わかる。あー、ギフトいっぱいありがとう。そう、楽しかったです。そう、尻もちついちゃったんですけど、まあでも大丈夫でした。
ナイムラブユーとあのペラペラペラを買ったんですけど、もともとねガラスのアイラブユーで出るつもりだったんですけど、まあ、メンバー変更がたくさんあり、あの前日の夕方にあのできますかねって言われて前日の夕方からペラペラペラを練習してやりきりましたそうなんですよ。ありがとうギフト。夢より長く君と話したい、憧れのペラペラペラを。そう、歌もねほぼ初めて聞いたくらいで、そうあのしたことがなかったんですけど、でもねすごい歌いやすくて楽しかった。微笑みながらエスプレッソを運ぶ僕の天使。そうだからよかった。 お首じゃないからね。そうなんですよ、だからめっちゃね練習したけど楽しかったし、なんかすごい歌褒められて嬉しかった。つんちゃんの声よく聞こえてすごい安定してきたねとか言ってもらえてすごく嬉しかったです。後ろのシルバニアが多い。あ、ありがとう。そう、めっちゃおんねんシルバニア。嬉しい。だから嬉しかったです。精一杯夢より長く独り占めできるこの時間続いてほしい。夕飯何食べたの？レタスと生ハムとおにぎりとなんかこんなちっちゃいペンネみたいなのを食べました。もうダイエットとかじゃない、普通にもん食べてる。朝昼晩しっかり。ちょっとでも本当に今ね寝られていないというか時間がないというかそんな感じなので食べちゃうんですよね。やっぱり時間がすごく余裕ある方がダイエットができる。今日は美味しいお弁当食べられた。うん、美味しかったけどあの好き嫌いがちょっと多くてあのそう好き嫌いがちょっと多くて半分くらい食べられなかったですお弁当そうなんです。そう、睡眠時間が取れないと本当にご飯をいっぱい食べちゃって、もうみんなが思ってるよりすごい食べているのでちょっとやっぱ太ってきた感じはすごいあって、でもねどうしたらいいか分からへんから早くお休みが来て寝るしかないかなって思ってます。でも今日すごかったのはいつもね朝ごはんを食べてお話し会のところに行くんですけど、あの
その行ったらいつもあのおにぎりとかパン食べちゃうんですけど、それを一切食べずにお話し会をして、普通にね、まあお弁当ほんとちょっとだったんですけど、ちょっと食べて、で差し入れにシュークリームがあったのでそれは食べました。お、お話し会終わった後5月の日程ポジットやったらありがとう、やったね、嬉しい。あくびじゃないからね、みんな今のは。さすがにあくびやったら堂々としすぎ普通に考えて、だからあくびではないらしい。うん、K のずんちゃんを見に来た、え、ぜひ来て、みんな逆上がり初日、初日をぜひ見に来てください。すごいいっぱいギフトありがとう。家ハギフト、今日さスタッフさんにまつげ長いねって言われた、すごいって、そうなんですって言っちゃった。超自慢女みたいになっちゃった。初めてお会いした方やったのに美容液めっちゃ塗ってまつげパーマも行きましたって言ったらってなった。やばい、本当に眠気がやばいけど大丈夫。久しぶりのずんちゃんかわいい、ありがとう、久しぶりに来てくれたんや、ありがとうございます。そう、そう、今日はオンラインお話し会でもありました。どの部もね、たくさんの方が来てくださって嬉しかった。そう、今日合間に寝るね、時間もなくて詰め詰めだったのでびっくりです。話からお疲れ様、ありがとう。すごい、なんかめっちゃギフトくれてる。タワー？はあ、タレさんタワー？悪意じゃないからね。タレさん、タワーありがとう嬉しい、タレさん、パソコンタワーありがとう。
取れたかな。タレさんタワーありがとう。せーの、ズンタワーありがとう。タレさん今日ね来てくれてたよね。今日話できて楽しかった。いっぱいブー来てくれてありがとうね。いつもカメラ画角が自分がサブで上にあるエアコンがほぼメインのタレさんありがとう。嬉しい。ありがとうございます。スクショできました。よかった。ありがとう。そう、話し会楽しかった。ここ。まるさん。まるさんタワーありがとう。すごい、びっくり。カズくんも？あー、ありがとう。今日のオンラインお話し会楽しかったよと、ありがとうの気持ちと、イエハの応援の気持ちも込めて。ありがとう、まるさん。5月のオンライン話し会も参加する。ありがとう。垂れたかな？まるさんタワーありがとう。そう、今日ね鍵開けできてくれたんですよ。1番すごかった。1部1番、朝早かったのにありがとうね。楽しかった。せーの、ずんたわー。まるさんありがとう。そしてかずくんタワーありがとう。カズくんタワーありがとう。カズくん今日来てくれて、いつもねお話し会で後ろに紙貼ってくれたりしててありがとう。いつもねめっちゃ見てるよ。喋りたいからあれやけど見てるからね。ありがとう、ありがとう。みんなギフトもありがとう。ちょっとかゆい。お話し会楽しかった今日。明日はお兄ちゃんの家族といとこ家族でバーベキュー。いいな、ゴールデンウィークって感じ。みんなゴールデンウィークのご予定は？みんなゴールデンウィークのご予定はどうでしょうか。
実家に帰省、いいね。家族で旅行中。家派、おうまい。家派。実家に行こう。いいね、実家。私も帰りたいな、実家そろそろ。もう半年くらい帰ってないかも。ずっとお仕事。朝からコストコで爆買いして盛大なバーベキューします。かわいい。いいな、コストコで爆買いで、そのままバーベキュー、いいね。コストコ知ってる？みんな。コストコ私も大好き。ねえねえ、眠気がすごくて泣いちゃいそう。一旦仮眠取って、もう一回後で配信しようかな。でもこんなことしたらあかんよな。眠気に耐えられないよ眠気に耐えられないよ こんばんは。耐えられないよ。一回10時まで仮眠して、もう一回10時から配信しようかな。スタンプにせいで眠気に耐えられないよ。スタンプ、起きられないと思うよ。やってですよね。大丈夫、目覚めてきた。やっぱ10時までしようかな。11時までしようと思ったんですけど、さすがに明日、もう明日もお仕事があるので、10時まで一旦頑張ろう。眠気に耐えられない鈴葉がいたな、さっき。こんばんは。10時まで持つかな。10時までが、やっぱ始めたからには10時まで頑張る。今日ね、11時までしようと思ったんですけど、さすがになんか、さすがにちょっときつかったかも。11時までは。お話し会、とても緊張したけど、いっぱいお話できてめっちゃ楽しかった。私も楽しかったお話し会、今日ほんますぐ終わった。4部とも、もう一部始めて気づいた、4部で終わってた。
こんばんは。17期生お披露目だってやって、え、そうなん？5月4日にお披露目？驚く子がいるらしい。そうなんや、楽しみ。てって10回言わせて待ち今日さ、来てくれた人がさ、なんかずんちゃんてって10回言ってって言ってくれたから、なんか仕掛けられるんやろうなと思って、てて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 って言ったらブチって切れて終わったそう、びっくりした。17期生お披露目かめっちゃ面白かった。めっちゃモヤモヤした。だから教えてみたいな、てって10回言ったらどうなんのみたいな、定10回言って終わったつんちゃんはもう17期生全員に会ったの？なんか今日ちょっと見かけたけど緊張して話しかけられへんかったみんな言ってお疲れ様ですって、めっちゃ遠くからね言ってくれたんですけど、私もやることがあって急いでたからパーって離れちゃったけど、緊張しすぎて、めっちゃ緊張した。だってみんなこっち向いてるんやもん。でそれのな、それのな、なんかやることがあって、それはでも普通に机に座って映像を撮るみたいな、そのお仕事っていうか、そのやることがあったんですけど、その時に17期生さんたちがいて、みんなめちゃ見てくれてて、でも緊張しちゃった。ちょっともう汗いっぱいかいちゃった。全然誰もわからんかった。顔どの子が可愛いとか、とりあえずみんな名札つけてたくらいしかわからんくて、可愛かった。めっちゃ雰囲気がみんな可愛かった。そうスタッフさんにつばつけたあかんよって言われて、すいませんって、なんかスタッフさんが17期生だよって言ってくれて、お疲れ様ですってみんな言ってくれて、お疲れ様です、お願いしますみたいな、だって緊張しちゃった。でも私まだに名札つけてるから17期生入れるかも未だに名札持ち歩いててさ時たまリハとかつけるんですよ。まあもうマスクしてるしさ、メンバーも増えてきたからさ、こう先生もわからんし、名前呼ぶとき難しいやろうなと思って一応名札つけてるんですよ。なんかアピールとかそういうのじゃなくて、もうただ単に多分名前分からへんやろなと思ってつけてるんですけど、そしたら今日名札つけてる17期生の子がいて、あ、一緒に名札つけちゃおうってなった。名札つけてる49って書いてあるやつ、そうかもしれへん。そう、明日は静岡でイベントです。イベントじゃないか、就任式来る人おるんかな。なんか今日話し会で結構いてびっくりした。
そう。晴れるんかな明日。でも雨って書いてた。あ、行きます、やって。ほんまに？みんな来てくれんの？嬉しい。可愛く撮ってな、もし写真撮るなら。ほんで、もし会えたら手振るな。まあ明日のスケジュールあんまり把握できてなくてあれなんですけど、まあ行きしなに確認します。フェリー乗るかもしれないから乗り物酔い大丈夫？え、あんま船乗ったことないか分かんへん。フェリー乗んの明日。何も把握してないやつおる、ここに。ごめん。そうなんや、フェリー乗るん明日。明日って静岡の天気どんな感じ？東、ん？何やったっけ？あの駅の名前、ひがなんの名前。ひがなん？ひがなんアンバサダー、東静岡駅南口。当てるくね？当てる？当てるくない？あ、やったー。 合ってた。後輩が入るね。うん、17期生さんたちが来るのが楽しみですね。新しく AKB というか、なんていうか、こう YouTuber とかさ、インフルエンサーが流行っているさ、この時代で AKB に入りたいって応募してくれて合格した子がいる。あの人生がすごく、人生っていうかその気持ちがすごく嬉しいですね。私はその AKB の中心的にいるわけでもないけど、メンバーとしてすごく嬉しい。この AKB がどうこうじゃなくて、周りがこうすごくなっている時代で、それでも AKB に入りたくてオーディションを受けてくれた17期生さんたちがすごく素敵だなって思う。ありがたい。かわいい。また後輩が入ってくるのが楽しいですね。ドラさんの子たちがさ、入ってきた時すごく楽しかったしさ、今さこんなに仲良くなれたやん、ドラフト3期生のみんなと。そしたらまた17期生の子たちもとかさ、仲良くなれるのはさ楽しみだね。よかった。ダンス覚えるのめちゃめちゃ大変そう。もうそれめっちゃ大変やと思う。ダンスと歌覚えるのほんまに6年目になってもね、本当に寝られないくらいの、こう寝られないくらいの、あの時間を費やするので。サプライズな17期生がいるってミーヨンが匂わせてた。ええー、誰がいんの？どういうこと？あ、姉妹的な感じ。ええー。楽しみ。17期生さんたちの情報はファンのみんなと一緒やから、私に聞かれても何もわからないよ。復活組？ええー、何やろ、誰やろな。どういう子が来るんやろ。楽しみ。
足かいてよと。ずんちゃんと顔が似てるとか。そんな言わんといてあげて。嬉しくないよ絶対。かわいいやってありがとう。でもここ2日くらいすごい食べてるから顔はむくんでいるよ。みんな17期生に行っちゃうの？あ、17期生さん。行かない。ありがとう。ずっとずーちゃん好きだよって。ずーちゃんかわいいよって。ありがとう。そうだよね、行かないよね。ずっとすんちゃんよね。かわいいし、いい子いっぱいいるけど、思うけど。16期？うん、ずんちゃんだよね。ずんちゃんしか勝たないよね。だよね。へえ。今日初めてお話ししてもっと好きになって、ありがとう。楽しかったね。ずんちゃんしか勝とう。ありがとう。しかゆい。でもみんなが行く気配はあまりなさそうでよかったよ。うん、そう、行かないのがいい。いや、でも見てほしい。わからん、この感情。全然見ていいけど、結局さ、戻ってくるでしょ。それを知ってます。ちょろっと見に行こうかな。いってらっしゃい。大好きピはずっと大好きピ、大好きピだよね。大スピードラさん入った時も行かなかったし、今回も行かないから安心して。ありがとう。そのまっすぐな気持ちが嬉しい。配信終わったら絶対このクマの上でさ寝ちゃう。明日朝早いんでしょ。もう数時間後には起きてる。お風呂はもうまだ入ってない。本当に今さっき帰ってきたんですよ。そう、話し会の後にお仕事があって、本当にギリギリに帰ってきて、ご飯を食べて配信を始めたので、
お家にいる滞在時間も今ちょっと少ない。けど、もう少しで、お仕事が、一段落つくので。ずんちゃんを尊敬しますっていう17期生はちょっと興味あるかも。いなさそう。でもなんかまあこれもう17期生のお披露目が発表されたあーどうしたらいいんやろ。でもでも三次審査最終審査の時に推しメンと憧れの人で名前を出してくれてた子がいたらしい。最終かな。そう、その話をずっとしようと思っててんけど、もう17期生のお披露目が発表されたしいいかなと。でもその子がいるかは分からないんですけど、でもそうやっていてくれたらしくて、その最終審査に多分嬉しかった。私さ入った時さ16期生で入った時に「どういうアイドルになりたいですか?」って言われた時に、なんかまあいろんなアイドル像は言ったんですけど、その中になんか将来新しく AKB になった子に憧れの先輩として名前を挙げてもらえるくらいすごい人になりたいって言っていたんですよ。でそれでその最終審査、17期生さんの最終審査かでその憧れの先輩として名前を挙げてくれた女の子がいたらしくて、それがすごく嬉しかった。その話を聞いてすごく嬉しかったんですよ。なんかまあね、今回17期生さんの方にいるかは分からないんですけど、そうやってそういうこう言ってくれる子がいるんやなって思って嬉しかった。その話を聞いた時にそんなん言ってもらえたの。そう、びっくりした。なんかもし17期生さんで、まあどうかなと思うんですけど、多分入ってないかなと思うんですけど、もしその子が合格していたら、私は AKB 人生をかけてもう可愛がる。いや、ずんちゃんのこと知ってますとか見たことありますって言ってくれた後輩ももういっぱい可愛がりたい。そう、もう私のことを知ってくれているだけですごいのに。そう、嬉しいですね。そうやって言ってもらえたことが、もう入ってすぐにそれを言っていたから、自分がそうやって憧れの先輩として名前を挙げて、私もこんな先輩になりたいって、こうやって後輩が憧れの先輩として名前を挙げるこう先輩を見てそうなりたいなって。可愛がるってどういう意味？こうやって撫でる、可愛がるイコール撫でるやから、こうやって撫でるの。
そう、私は AKB16 期生に合格した時に奈々さんの名前を憧れの先輩としてあげてて、まあ、今もすごい、あ、今も憧れなんですけど、奈々さんはずっと尊敬もすごいするし、でその奈々さんを本当に16期になってもう近くで見た時に、私もこうやって名前を挙げてもらえるくらいすごい先輩になりたいなって思ってたから、まあ、今の奈々さんとめっちゃ仲いいからそう、不思議な感覚やけど、え、パパ？まゆぴちゅちゃん、ありがとう。タワー、ありがとう。ずんちゃんとお話できて今日は幸せでしたわ。そして配信おねむなのにしてくれてありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとう。お仕事も忙しいのに。撮れたかな？まゆぴちゅちゃん、タワーありがとう。せーの、ずんタワー。ありがとう。いつもね、こんな大きい画用紙にね、写真貼ってくれたり、私の好きなとこ書いてくれたり、もうカラフルにねしてくれて、いつもそれをねお話し会の時に見せてくれるのがすごく好きです。ありがとう、ありがとうね。みんなイベント頑張りたいって言ったから、私がそう、嬉しかった。でもさ、最初は本当に憧れの先輩は岡田奈々さんですって言ってて、うん、なんかさ、本当に最初とかもう話しかけるのももう精一杯で、もう会うたび写真撮ってください、緊張して奈々さんに喋りかけてた。懐かしい。奈々さん覚えてくれてるかな、私は緊張しながら奈々さんに話しかけた思い出。あくびじゃないよ、あくびじゃないねん。そうね、今はお泊まりしたりご飯行ったりとか、お互いにいろんなこと話したりとか、超身近先輩になった。今はもう緊張しない、めっちゃおもろい奈々さんいつも二人で変なことする。でも奈々さんの方がねめっちゃ変なことするんですよ。それをもう見るのが大好き。そう、空気が漏れちゃって、すごい。みおんさんに聞いてみようかな、どんなびっくりする17期生さんが入ってくるんですかって。さっき知りたい最低最低ゆきりんさんが加入した後にゆきりんさんが憧れになる現象なに。でもゆきりんさんは本当に、まあ自分がイケビじゃない時から見ててもすごく本当に優しくて素敵な方だろうなって思ってたけど、でもやっぱり入ってゆきりんさんの近くに
いればいるほどゆきりんさんってほんますごいんやなって思うし、なんか本当にすっごいもう初期のメンバーじゃないですか。でもなんか本当にいつも腰が低かったり、本当に的確にこう意見を出してくださったり、まあもう3期生さんからずっとやってきはっててのこのさあ、めっちゃ大変な時期もあったのに、そのことをなんか躊躇なく、ここはこういう時はこうでみたいな、こうした方がいいかもしれないっていうのをこう無料で教えてくれたりなんかこここうですかって聞いた時とか、うんそうだよとか、本当に一つ一つに丁寧に返事をしてくれたり、なんか私も最近本当に距離が近くなったというか、一緒にいる機会がすごく増えたんですけど、卒業公演とかイベントが一緒だったりして、本当になんか近くに行けば行くほどゆきりんさんのことが好きになるから、だから加入してゆきりんさんが憧れですっていうのは本当に知れば知るほど尊敬する部分しか出てこないから、あとなんか後輩から話しかけやすいオーラというかその同じテンション感で話してくれるからすごく話しやすいです。ここ数日で本当にすごいゆきりんさんのすごさを実感したというか、本当にすごいって思った。本当に超大御所さん様やのに、そう。でもやっぱり会話とかはすごく大人って感じ、頭がいい方っていう感じがする。そう、今回のクロフェスの瀬戸り、多分ゆきりんさんが考えてくださったのかな、神瀬戸り。いや別にね、ペラペラペラを入れてくるのがもう本当に胸にくる、もうファン心をくすぐられたというか、これ見たかったわっていう感じ。っていうかフェスでユニットを入れるっていうのがまず素敵って思って、本当になんかここ数日ゆきりんさんといっぱい話して幸せやったなって思った。ゆきりんさんエピソード、優しいんですよね、本当にずっと。瀬戸り良かったよね、わかる。瀬戸り最高やった。いつでも君がいる、水着の恋人が優しく、めっちゃおもろい名前の人おんねんけど、こんばんは。小森真帆やって、大森真帆じゃなくて小森真帆小森真帆かな、かわいい。真帆ちゃんのちっちゃい版の人来た、真帆ちゃんのちっちゃい版ありがとう、来てくれてかわいい小森真帆センスいいね。小森真帆、小森真帆明日頑張ってね、仕事やからもう寝るね、おやすみ、ゆっくり寝てね。センス良すぎやろ。
じゃあ私は、あ、小森真帆やねんって、めっちゃ可愛いやん。いや待って、武藤凛かっこ偽物に並ぶ衝撃。え、武藤凛かっこ偽物とかあったん？もう偽物やん。絶対その名前でやらんほうがいいやん。え、ブレセンスいいな、めっちゃセンスいいな。え、じゃあ山根アツハとか涼しいの反対は暑い。え、めっちゃ面白い。あ、みんな、あ、みんな海根鈴葉って言ってる。あー、でもやっぱり困り。川根鈴葉。あー川根鈴葉。あー、お金鈴葉。あーお金鈴葉なんかもうお金やん。ちょっと。川根厚葉反対語川根厚葉。あー面白いよ。なんなんいいな、大森っていう名前ちも欲しい。でも山の反対は、あ、でも山派海派があるから海やん。だから海根鈴葉やわ。ねえ最高、面白い最高すぎるっしょ。山根サム派海根アツ派ねえ面白すぎる。センスの塊ヤマハスズハあ面白いな、最高。悪じゃないよ、ストレッチ首の。今日肌白いって褒められた。見てポーズダサ。見て褒められた。ほんと家から出ないんですって言っちゃう、いつも。そう嬉しかった、肌白いね、肌綺麗ねって言われて、メイク薄いねって言われて、なんか自分の中ではさ結構濃く、もう落ちてるからあれやけど、結構濃いなって思ってたら、メイク薄いねって言われた。え、明日どんなメイクしていこうかな。明日楽しみやな、美味しいご飯が食べられたらいいな。ね、明日日焼け止めとか塗ろう。メイク薄派。薄いって言われた。薄いんかなこれ。バリ濃いなと思ってたけど、そんなにやった。ということで順位発表します。もう眠気覚めちゃった。13位タモちゃん、おおきに。12位はるかさん、おおきに。11位けんさん、おおきに。10位フィニッシャーハッシュタグずんちゃん選抜 A さん、おおきに。9位じゅうさん、おおきに。8位もちゃん、おおきに。7位団子部長さん、おおきに。6位浜野さん、おおきに。5位ゆうぽさん、おおきに。4位まるさん、おおきに。タワーありがとう。3位まゆぴちゃんとマークいっぱい会いに行くために毎日お仕事頑張りますさん、おおきに。マユピチュちゃんタワーありがとう。そして2位タレさん、おおきに。タワーありがとうタレさん。そして1位カズくんです、おおきに。毎度おおきに。カズくんもタワーありがとう。そしてたくさんのねギフトもありがとう。めっちゃ見えてるの言ってくれてたやつありがとうね。おおきに。眠気覚めた。あのさ、
9時20分くらいがピークすぎて本当に焦ったけど、もう今やったらもうすっと立ち上がって絶対にお風呂に入ることを宣言する。ほんでもう何も食べずに寝る。夜ご飯食べたから。この前ねめっちゃ爆食しちゃったんです爆食しちゃって、急に本当にもう本当にやっちまったって感じだったんですけど、明日は静岡なので頑張ります。静岡県から来ました。あ、私の、あ、何もなかった、ごめんね。絶対お風呂入ることを誓わせてもらうわ。もうそうじゃないとほんまにこのまま寝てこのメイクのまま明日行くことになっちゃう、静岡に。ゆっくり遊んでね。ありがとう。お風呂だけ頑張ね、お風呂だけ頑張らせてもらうわ。あ、静岡に住んでいるので朝起きられたら行くねやって。待ってる。明日どのくらいの人たちが来てくれんねやろ、楽しみ。どうしよう、一人とかやったら、一人でも嬉しいか。ゼロ人とかあったら悲しいな。来てくれるのね。え、明日のさ、明後日静岡寒いかな。あったかい格好していった方がいいよね。え、明日暖かい格好していた方がいい？上着とか分厚いのがいいかな？寒い？え、何の服で行こう？ちょっと寒め。え、上着いるよね、上着。明日リュックで行くのもありよな何の話してんの、絶対これお母さんとすっ顔やな。え、パーカーとかの方がいいよね、それやったら。朝だと13度、やっぱ寒いよね。分厚い上着着ていく。え、分厚い上着は暑い？分厚い上着はさ、暑い？分厚いのは暑いか。どうしたらいいの？暑かったら、そっか、脱げばいいのか、暑かったら。ちょっと悩みつつ、悩みつついきますみんな教えてくれてありがとうじゃあまた。
明日とか夜また配信できたらするね。こんな今日ボロボロでごめん。ありがとうみんな。おやすみ。